峰本です。このチャンネルでは太陽光発電の科学、経済、そして未来についてお話しします。このシーズン19では今話題のタンデム太陽電池について、その基礎から最新の情報までを解説していただきます。測定方法としてはその他に近年いろんなものが提案されていまして、例えばフォトルミネッセンス、そういうのイメージングがあります。フォトルミネッセンスというのは、光を浴びせた太陽電池に与えたときに半導体から光が出てくるという現象、フォトルミネッセンスなんですけども、例えばタンデムであればトップセルとボトムセル、それぞれでバンドギャップが異なりますので、トップセルが光る波長、例えばトップセルよりもバンドギャップの広い光を与えればトップセルが光ります。で、ボトムセルが光る波長であって、トップセルのバンドギャップよりも若干低いエネルギーの光を与えるとボトムセルだけ光ってくれます。そういう形でレーザーを与えて、光を与えて、トップセル、ボトムセルそれぞれ光らせるということで、そのスペクトルも見えますし、それをイメージングすることによってトップセルとボトムセルがちゃんと作れているかということをですね、フォトルミネッセンスで評価することができます。なるほど。同じようにエレクトロルミネッセンスもできまして、エレクトロルミネッセンスは太陽電池に電気を与えて、それによって光る現象というものをエレクトロルミネッセンスというんですが、太陽電池に光で今度は電気を入れるので、電流は、二端子の場合は、同じ電流になります。なので光る波長がそれぞれトップセルとボトムセルで変わってくるということで、それぞれの波長を例えばスペクトルを取る、もしくはイメージングするということで、作成する工程におけるプロセスの管理であるとか、そういったことが評価されています。EL の方は簡単そうですね。 EL はセルさえ光ってくれれば簡単にできると思います。はい、けどやっぱ PL 使った方がいいよねっていう時があるから PL もやってるんですけど、どういう時に？PL はですね、基本的には電極のどうのこうの関係なく半導体の、から出てくる光です。はい、で EL はそれプラス電極の弱い抵抗を加味したところも出てくるので、例えば抵抗が高いところにはそこは電流は流れにくいので、そうすると暗く見えるんですね。その注入されないの光りにくくなるから暗く見えるということで、 PL と EL はそれぞれちょっと違った像を見ることができます。なるほど。はい、例えばじゃあ EL のこの右の A の下の右、はい、左下がなんかちょっと光ってるみたいな、これは何を意味してるんですか？これはボトムセル側だと思うんですけども、若干抵抗損失があって、ちょっと均一な、膜ができていないということが見えるんじゃないかなと思いますね。なるほど。そのボトムセル側、これはペロブスカイトですから、ペロブスカイト自身が分布を持っているのか、電極が分布を持っているのかというのはちょっと分かりませんが、そういったものが、像として現れているんだろうと思います。そうか。この上の2つの絵はきれいに光っている、いい太陽電池の場合、下が上はこれは PL ですね。上は PL なんです。上は PL で、半導体的にはきれいに光ってるんだけど、電極の抵抗損失分も踏まえるとちょっと分布があるよというところですね。そう使い分けるんですね。なるほど。じゃあこの PL と EL のコンビネーションがすごくそうですね、いいんですね。はい、評価としてはその分析が進むんではないかなと思います。なるほど、分かりました。この今回分光感度 IV、 そして PL、EL 評価方法として紹介しましたけれども、その他にも三図 VOC、三図 VOC というのは単接合ではよくされるんですけれども、実はタンデムでもされることがありまして、そういった論文もたくさんありますから、ぜひ論文いろいろ読んでもらったらいいんじゃないかなと思います。なるほど、分かりました。このチャンネルでは太陽光発電の地図を公開しています。この地図には太陽光発電の原理から材料の種類、応用展開、そして社会の脱炭素化に関するキーワードがほぼ網羅されています。動画タイトル下の説明欄のリンクから、この地図の解説動画、そして地図の電子データもダウンロードできますので、一度見てみてください。